クリス・バックはアメリカ合衆国の映画監督。アメリカ合衆国カンザス州のウィチタで生まれる。クリス・バックは自身が最初に影響を受けたアニメーションはピノキオであったと語る。バックはカリフォルニア芸術大学でキャラクターアニメーションを学んだ後、1978年にディズニーアニメーションに入社した。カリフォルニア芸術大学在学中には、 ジョン・ラ・セーターやマイケル・ギアイモなどと親しく交流していた。バックは、ターザンやアナと雪の女王の監督をする以前には、アニメーターとして、キツネと、猟犬、ロジャー・ラビット、ポカ・ホンタス、ビアンカの大冒険ゴールデン・イーグルを救え、などにアニメーターとして参加していた。また、バックは、ハイペリオン・ピクチャーズのいくつかの作品にも参加し、他にも、 ティム・バートンのフランケン・ウィニーの絵コンテを作成したのもバックである。2007年、バックはサーフズアップを監督するためにソニーピクチャーズアニメーションに移籍した。2008年、バックの旧友であるジョン・ラセターはバックに対してディズニーに戻ってくるように呼びかけた。その後、バックは自分が構想を練っている3つのアイディアをラセーターに提示した。そのうちの1つが 雪の女王をミュージカルにアレンジしたものであり、これがアナと雪の女王の原案となる。ラセーターはこの雪の女王のアイデアを気に入り、バックに対してその企画を進めるように後押しした。2011年12月、バックの企画がフローズンのタイトルで映画化されること、公開日は2013年の11月を予定していることが正式に発表された。アナと雪の女王は、 大ヒットとなり、その年のアカデミー長編アニメ映画賞を受賞した。ありがとうございます。